皆さんこんにちは。今回は先手番でやっていきます。先手番か、先手番いきますか。先手番ですね。先手番といえばこれ、先手番といえばこれでしょう。今流行りのですね、今流行りの桂馬速攻、今プロ棋界に衝撃をもたらしている桂速攻、嘘です。プロ棋界で見たことはさすがにないですよね。これプロの将棋ではまだ、まあでも時期にね、時期に来ると思いますよ。はい。いや、これ桂跳ねたらどう、さすがに無理かな。さすがに無理なんでしょうか。さすがに説だとは思うんだけど、言っちゃったよね。さすがに説だとは思うんだけど、いやいや、これはまだ発展途上なんで、やっぱりこういういろんな変化を試してみる、そういうことが大事。やっぱり今角換わりの4号桂速攻とかも流行ってます。流行ってるというか、なんかまあ定着しましたけど、昔は今から見るとここで跳ねるのは無理でしょうとか、そういうのあると思うんですけど、まあそういういろいろ試した結果、そういうのが分かってきたっていうのがあると思うので、こういろいろ試すのが大事と。歩つきますか。まあ、角成りは玉上がり、もしくは金直は飛車取られて同銀に飛車が嫌か、まあ、玉上がりぐらいですかね。同歩は同飛車か、まあ一回歩つくか、そこは悩みどころですけどね。まあ同歩同飛車かな。そうですよね、それはまあ玉上がりで、おー、それを入れた方がいいっていう判断ですか。単に取って、こっちが居玉の時に取って同銀ってする手もありましたけど、まあ相手の方としては一回玉を上がらせた方が、あー、なるほど、うまそう。これ飛車成りが銀取りになる、あ、王手になるから、歩成りとかが入らないってことですね。なるほど。まあ金上がるしかないか。桂馬は取られちゃうんですけど。いやー、銀取りの受け方が金上がりだったのかっていう問題はあるんですけど、まあとりあえずこれで受けて、まあ桂馬取ってきたら角使う感じですかね。シンプルに桂損、シンプルに桂損だけど、まあ飛車が中途半端な位置っていうのと、まあここに火がついてるっていうのと、こっちの角がまあいい感じに効いてきそうっていうのもあるので、難しいことを祈る、ただ祈るのみ。桂馬取って、これ歩ついた時ってどう受けてくるんですかね。まあ香車取れれば駒損がなくなって、まあ馬もできるんで、まあそれはいいと思うので、受けてくると思うんですけど、桂か、桂馬は、なんか歩成り同金歩とか叩いてみたいんですけど、同金なら角打ち、歩に引かれて難しいんかな。そこで角ぶち込みとかちょっと野蛮人ですか。野蛮人って言われちゃうんかな。歩なって同金で歩打って引いてくると思うんですけど、角打つで角成り狙って、同金なら同歩成り、いや野蛮人って言われちゃうかな。それでも野蛮人していかないと駒損なんで、駒損してるのにゆっくりすると大体悪くなるんですよね。悪くなるどころか、こう何もできずに終わるみたいなこと結構あるので、止まるんじゃねえぞって言われてるんですよね。こう将棋の神に、将棋の神に止まるんじゃねえぞって言われてるんで、止まるわけにはいかない。だからやっぱり歩、角とかも見えるけど、まあ引かれてな、特に角で引いて歩なって、取らせて取ってとかあるけど、ちょっとそれはな、冴えない気がするな。そこでまあ角道止められるぐらいでも、やっぱ歩成りかな。まあこれは同金でしょう。で叩く、同金なら角がまあ香取りと、一応角成り同銀同角成りからこう王手金取りをかける筋がありますよっていう感じですね。角を嫌うならまあ引くかな。まあ、金の逃げ場所は引くか取るか上がるかなんですけど、上がるはまあと金作られてメリットがゼロなんで、ここはないと。で同金は角が嫌だったんで、相手の方は引いてきたんですけど、いやー、やるしかないんじゃない。
やるしかないんじゃないの？もうこれは。しょうがなし。致し方なし。これすごい手やな。角成りを受ける手があると困るんですけど、まあそれがぴったりした手がないっていうことに期待してるんですけどね。いやでも意外にいい説ない？ないかな。ないよな。同金同角成、桂跳ねですか？でと金入って。おお、そこ？それは3九金打ちで角がもらえるからと思ったんですけどね。金引きは角なられちゃうんで困るんですけど、まあ、あと銀引きもちょっと受けとして、なんていうか弱気というか、そこで桂馬また打って攻められるような手も気になるんで、金がっちり打って角成り同金で角もらえるんでと思ったんですけど、それはまずいですかね。あ、そっか、これ銀引きとかすると、まあ、一応筋として飛車回ってと金取りにして桂馬取ってきたら角成り同銀飛車成りみたいなんで突破する手もあるんで、やっぱりこれはまあ金打ちますか。これでがっちり打って角が積んでますよと。角成り同金、駒の損得はまた桂損に戻りましたね。さっきまでは角桂と金の交換で結構駒損だったんですけど、まあ桂損ぐらいに収まってきたと。まあ桂損でと金ができてるなら、まあそんなに駒損は気にならないかなっていう気もしますし、あとこの桂馬取れそうっていうのと、少なくともと金入ればこの銀は取れるんで、むしろ駒得、つまりは優勢か、やっぱ最強なんじゃないか。2三角角打ち込んだ攻めどうだったんですかね。ちょっとそのあたりはソフトで終わったら見るんですけど、まあまあまあ今は見れないですからね。今見ちゃうとカンニングなるんで、ちょっと今は自分の判断を頼りに生きていくしかないんですけど、いやーどうですかねこれ。どこに来るか。あー桂跳ね、まあまあ自然ですよね。ただ意外にそれが次の狙いがないと思うので、まあと金入っておいて、と金入って、まあ香車取る手もあるんですけどね、どっちがいいか。まあでも銀取り見せといた方がなんか受けにも使えそうだし、銀もらって銀とかここに打ってなんか飛車取りと小瓶受けるみたいな手もできそうなんで、まあ入っときますか。しかしこれは良くなった気がする。銀が取れることが確定して、銀が取れれば銀桂交換の駒得、なおかつ角で香車を取れることもまあほぼ確定してるので、良くなっちゃった。良くなっちまったよ。あーでもな、そうそう、それでかじりついてくるのは気になるんですが、これ一応王手桂取りはあるな。取って同玉なら角で王手桂取り。取ったら同飛車なんかな。それを見て金を引く。いやーちょっとそれはちょっと違う気がするな。金引いたら、あー歩叩き？でも同銀で、あー桂なって取ったら飛車なられちゃうか。そうか、引くと金打ちで絡んでくるんかと思ったんですけど、金引きは歩打たれちゃいますね。同銀で桂馬をなる、それちょっと嫌やな。あーでもややこしいな。それで銀取って同飛車に銀打って一回受けるとかもあるんか。金引けるんじゃないかな。金引いて歩打って同銀で桂馬なってきたら、銀取って同飛車に一回銀で飛車取りにしつつ玉の小瓶を受けて、飛車逃げてきたらこう桂馬取ってっていう感じで、でもそこで成桂引いて、謎すぎる。まあでもそれ角成りとかでまあなんかいけそう。引くか。金なら金張り付きはちょっと攻めが重いんで銀取ろうかな。金張り付いてきたら銀取って、同玉なら角で王手桂取りかけれますし、取って同飛車ならまあ角成りで間接王手飛車をかける感じでいけば攻め合い勝ちできそう。歩打ち同銀桂成りがやっぱり怖いな。歩打ち同銀桂成りは取って同飛車、あー金打ちか。金打ちはまあ一回銀取るんですかね。想定通りというか、まあ取って同玉は角の王手桂取り、
同飛車に角を成っておくが王手飛車。そこでこっちに対する攻めがなければって感じですけど、まあでもそうか、取って同銀なら桂成とかちょっと嫌なのか。まあでもそこで銀埋めればまあさすがにか。取りましょう。これをどっちで取ってくるか、逃げるもあるんですけどね。あ、取ってきたか。まあ角打ちます。あんまり使いたくない感じもあるけど、角打って逃げて取って、取って同銀、金打ち、角で桂成。いやー、うるさいかな。角打って逃げて取って、取って同銀に、ここに金打って、角がこう逃げたら桂成がここ狙いつつ飛車の利きで角取りみたいな、でもあるっちゃあるんで、まあでもそこで角なってこう紐つけて、こうなってこう紐つけて、なって逃げるとかあるから、まあ取ればいける気がするけどな。ちょっと手順が長くなってややこしいと思うんですけど、まあなんかいけそう。雑すぎる、雑すぎるんですけど。あー、一回ね。なるほどなるほど、そっか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 。ただそれかえって危ない説があるかもしれない。かえってこれ取ってした後に桂馬打って同歩、銀打ちから詰み筋が発生する可能性があるんで、わかんないけど、ないかなそんなこと。取って同銀、金がやっぱり嫌っていう説はあるか。いや、説しかないか。まあこれは同銀でしょう。金欲しいし。でも金張り付きがな、やっぱり嫌なんよな。逃げたら桂馬なられちゃう。あ、でもそれって王手で逃げるとかあるんか。あ、そこに金か。そこに金は桂馬打つと同歩銀引かれて罪はないですかね。うん、罪はないならあんまりそういう捨てるようなことはしない方がいい。でもこれ銀はどうするんですかね。逃げたらまあ取っといて、同桂ない同角で、まあここ飛車なられちゃいますけど、ここなられても別にそんなに厳しくないんで、ここはもう打っちゃいますか。同飛車は同歩、捨てるとかはあるけど、まあ同玉でギリ耐えの形に見える。逃げるはあるけど取っといて、同桂なり同角、あ、同桂、あー、まあ同桂ない同角かな。引いたらなんか一回桂馬利かすとかもあるか。こう角なり見せて、あ、それの方がいいかもしれない。逃げたら桂馬打って角なりと角なり両方見せる感じで一回利かしておくのがミソかもしれない。あ、それ痛くね、痛くねって。いや、それでも痛そう。結構こことここ、ここに桂馬打ってこことここを狙えば両方受けること相手の方できないんで、まあ銀とかあれば銀打ったり、桂馬あったら桂馬打ったりできるんですけど、そういう手ができないので。おーっと、それは飛車取って角取らせてる間に勝負を決めに行きたい。しかしどう決めるのかが問題。飛車打ちがパッと見えるけど、玉上がられた、あ、玉引かれた時に、あー、それ角成りで詰みか。まあ詰みかわかんないけど、ほぼ詰みか。うん、それならいける気がする。取って角取って、この瞬間がこっちの玉安全なんで、ここで焦らずいけば勝てる局面ですね。で、どう寄せるかなんですけど、飛車打って、これはまっすぐは桂打ちでほぼ詰みだったんで、そっち逃げるんですけど、これで飛車交換しちゃうと同銀でこの飛車が働いてきてしまって面白くないんですけど、角成りが決めて急じゃないかな。これで、そうですね、逃げると頭金から詰みだったんで角合いするしかないんですけど、ここはいろいろある。飛車成りもあるし、同馬同飛車角もある。まあそれが一番いいかな。王手飛車で同馬同飛車、同飛車成りか詰みかもしれないけど、まあ角打って王手飛車かけて、あー、角打ってきて、ただ取って同角にもう一回飛車打った時に受けが難しいんじゃないかな。こっち逃げたら角ボロですし、角合駒するようでは辛いですし、まっすぐ上がるのはあるけど、うん、それどうするかな。まあ、それ最悪金取って同玉に角取るみたいな感じでも寄せれそうですね。ちょっと飛車渡しちゃうのが怖いっていうのはあるけど、まあ飛車渡してすぐ詰むとかではないんで、こっち。これはいったでしょう。
これは行ったんじゃないね。行ってますよね。ああ、玉でもそうですよね。丁寧に行くなら飛車なりなんですかね。丁寧路線の方がいいのか。まあでもこれで寄るでしょ、普通は。詰めろ詰めろで。で、角取っといて。角打ちは金。飛車打ちは金打ち逃げ角から詰みかな。飛車打ちがちょっと怖いけど、飛車打ちは金打ち同飛車角打ち同銀金で詰みだったかな。で、こっちに飛車打つのは、ここに角捨てるのが手筋で、同銀とずらしてから頭金で詰みですね。おー。いや、角打ちからの攻めが決まりましたね。でも、実際どうだったのかちょっとわかんないんで、ソフト見て感想戦していきます。というわけで感想戦なんですけども、まあ、今回桂馬速攻で跳ねていった将棋で、こう進んでいったんですけど、まあ、2三角って言った手がどうかっていう感じで言ってたんですけど、これですね、この角打ちが攻めとしてどうなのかっていうこと言ってたんですけど、これ最善でこっち良くなってましたね。この戦型やばいやな。これが最善で良くなるとは思ってなかったんですけど、まあでもこの局面はこっちがさせるみたいですね、若干。まあ攻めがうるさいっていうことですね。ただまあ全然難しくて、まあ同金同歩成で、まあ相手の方としてはこの角打ちがちょっとももったいないというか、まあ本譜金で角を詰まされてしまったので、ここが結構勝負どころで、ここ桂馬を打って攻めるのが良かったみたいですね。まあ、この桂馬は次に角を打とうっていう狙いで、そうすると、まあ、桂馬と間接的に角と飛車がこう全部ここに睨んでて厳しい攻めになります。まあ、仮に本譜のように金を打ったとしても、桂成で、同金同角成から攻めていくことができるので、こっちとしては危ないですね。まあ、あと桂馬を打つと、まあ、すぐには無理だと思うんですけど、こう、桂馬をここになって、ああ、ちょ、どうなってんの？どうなってんのってことなんですけど、ああ、はい、戻ります。桂馬打った手は、次に桂馬なって、同金に角打って、まあ同玉なら飛車成りみたいな筋も狙えるので、まあ桂馬打っておく方が良くて、それならまあ、こっちがいいとはいえ、まあ難しい勝負だったみたいです。本譜は角に金打ちで角を詰ますことができて、はっきり良くなりました。角成り同金で、まあ角がなくなると結構こっちへの、脅威がなくなるというか、相手の方攻めが難しくなるので、まあ、こっちとしては大きかったっていうところですね。と金入って。まあ、とはいえ、桂馬と金を活用してこんな感じで攻められたんですけど、まあ、こっちもなんかこの角の王手から反撃する手が残っているので、まあ、なんとか勝てたかなっていう感じですね。桂馬取って同銀で張り付いてきたんですけど、銀でこう、飛車金両取りをかけて。まあ、引かれると角取りになっちゃうんですけど、飛車取って、角取られた瞬間がこっちの手番なんで、そこで寄せ切れれば、勝てる局面ということで、飛車を打って寄せに行くと。まあ、玉を引かれて、ちょっと左側に逃げられそうで怖いんですけど、まあ、角を成っていけば、角合いぐらいですけど、まあ、同飛車に角打ってもう一回寄せていけるので、まあ、これは寄り形ですね。飛車打って。で、飛車切って、同玉に飛車を成ると。まあ、この局面が必死ですかね。まあ、飛車を打つっていう手も考えられるんですけど、これは金を打って、まあ、逃げたら竜で飛車取っていけば、まあ、詰まなくても、こう、駒ボロッと取られてて厳しいですし、まあ、詰みもあると思います。まあ、同飛車と取れても考えられるんですけども、角打って、同銀に頭金の本譜の詰み筋があるので、まあ、最後この局面が受け、難しそうですね。で、こっちの玉が詰みはないので、飛車で王手する場所がないですし、他の詰み筋っていうのもないので、まあ、相手玉が必死、こっちの玉が詰まないっていう勝ちパターンになってます。飛車を打って受けてきたんですけど、これは角打ちから詰みなので、最後はこちらの勝ちになりました。実戦で役に立つ手筋を紹介したメンバーシップを配信しています。まだ右四間飛車の指し方をまとめた電子書籍も配信しています。詳しくは概要欄をご覧ください。